さんの力は抜けているけど絶妙な言葉のバランス、そして小木さんのひょうひょうとしていながらもたまに出る大砲のような破壊力、そんな二人の程よい会話、本当に全然興味はないのでいやいや毎週聞いています。先週の2時過ぎだったかな、矢作さんが AKB を卒業した川栄さんと街で偶然会ったという話をしていた時、急にテンション上がっちゃって、でも若でもと規制を上げていました。あれどういう意味ですか？そんな奇妙な言葉が出てくるのもメガネビーキの魅力の一つですけど、残念ながら僕は全く興味はありません。本当に興味はないんですけど、またメールします。ちょっとちっちゃい声でかわええって聞いた。かわええって聞いたの。いやいや、したら、矢作さん。向こうもわかんないの？いや、わかんない、もう。テンション上がってますね。続いてご紹介します。栃木県真岡市。ラジオネーム。だってらっきょうが転がってアナルに入るんですものさん。40代。主婦の方からいただきました。ありがとうございます。我が家は大家族で12人。あ、犬を入れたら12人と3匹か。みんなでワイワイ言いながら毎週聞いています。先週なんか、今度のスペシャルウィークは女性向けエロラジオだ、なんてお二人が話すもんだから、6番目の息子のムツオが興奮しちゃって興奮しちゃって大騒ぎでした。そんな中、2時20分過ぎに矢作さんがトンちゃんに行ったという話をしてましたよね。小木さんもトンちゃん久しぶりと興奮してたので、我が家もなんだトンちゃんって豚のこと、いや人の名前だよと大騒ぎ。しかしその後、お二人からトンちゃんが何なのかの説明は一切なし。おかげで子供たちからは、お母ちゃん、トンちゃんって何？と質問攻め。ついでに犬も、ワンワンと吠え出すし、困ってしまいました。今週も我が家12人。あ、犬を入れて、12人と3匹でワイワイ言いながら聞いていますので、トンちゃんが何なのか、教えてください。昨日なんかってゴルフ行って帰ってきた12時。うん。そっから、うん、トンちゃん行ってっから。トンちゃん久しぶりに来る。久しぶりに行って久しぶりに。続いてご紹介します。埼玉県さいたま市。ラジオネーム。早稲田実業の激川マネージャー。須田昇さん、49歳の男性からいただきました。ありがとうございます。ちょっと小木さん、あんた素晴らしいよ。先週のあんたはすごかった。1時38分のところ、ラジオネームをラジオネイルって言っちゃったじゃん。で、矢作と工務店が調子に乗ってそこを広げてたら、あんた散々泳がした上でズバッと突っ込んだろ。あれはすごいよ。ちゃんと突っ込んでんだもん。あんたすげえや。覚えてない。でね、一応こちらからもですね、ちょっと紹介しますけども、ラジオネイル、ラジオネイル。ラジオネイル、ね。どういうことかな、ネイルにラジオのなんかネイルをつけてるのかな。どういうこと、音が出るのかな、ネイルから。ラジオネイル。チューニングかなんか。チューニングラジオついてるのかな。ラジオネイル、ね、ネイルにね。書く、うん、あれが書いてあるのかな、954とか、124ネイル。長いな、そっちも。長いよ。続いてご紹介します。神奈川県川崎市、飯田正義さん。先日、風俗で、あそこの硬さが庭で採れたゴーヤーと全く一緒だと褒められた59歳の男性からいただきました。ありがとうございます。
おい矢作、お前感じ悪いな。ここ何週か散々新規リスナーが聞いてるかもしれないって言ってるのに、先週の2時40分前 CM が明けたところ、もう一回聞いてみ、お前すっごい感じ悪いから。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。はい。何今の週刊おぎやはぎ批評、今週はここまでです。なんで、ね、なんだろう俺感じ悪いな。はい、あれはすごいわ。あれ意識してるだから。意識してんのびしょびしょ意識してんの。びしょびしょにさせようとしてんじゃないの。ああいう男ってやっぱいいじゃん。まあ、そそるね。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。ラジオネームめいすけ、おぎさんやぎきさんこんばんは。スペシャルウィークの女性びしょびしょ企画に朗報です、うんうん、あの女のエロスのバイブルアンアンがまたセックス特集やってます。おキスマイの玉森くんのエロい表紙で売ってました。うん、参考にしてみてはどうですか。確かによくやってるよな、あそこのアンアンもさ。アンアンってもうそういう風に言われると、あのアンアンがそういう意味に聞こえてきちゃう。こういう風にね、アンアンってね、うん、だからエロい本のタイトルだよね。もう、うん、ラジオネームマルコ、うん、おぎやはぎさん、工務店さん、こんばんは。こんばんは。さっき矢作さんが低い声でつぶやくように、うん、好きだよ、うん、って言ってましたけど、うん、めっちゃやばいです。お、すげえムラムラしました。あら、また言ってほしいです。おかずにします、お願いします。おぎさんのはクソだったので大丈夫。タートルダメなんだよ。おかしいだろ、あれで一緒だよ、ね、やっぱあんだよ多分声の質が好みがね。まあ、この子はね、いい、よかったんだろうね。どっちの？強兵？強兵じゃないよ。強兵じゃないよ。もうその後よ。支えだって低い声っていうのは好きだよって、うん。好きだよってやつ。もうちょっと、もうちょっとこう。どっちの好きだよな。うん。うん。好きだよ。強兵入ってけど。え？強兵入っちゃったよ。普通の方？うん、普通の？好きだよ。これ？それがいいのか。これがいい。やっぱさ、刺さずにね。いいんだね。これおかず。うん。そうね。来てください、この後。うん、おかず。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 おかずだろ、おかずだろ。おかずだよ。おかずになるかな、それおかず。おかずだよ。おかずだよ。おかずだよ。って話じゃない？ラジオネーム三代目岩次郎、女性をびしょびしょにする放送、うん、深夜のメロドラマをやってみるのはどうですか、うん、恋愛ドラマ、ドロドロのジェットコースターのようなストーリーのドラマをやってみたらどうでしょうか。もちろん真剣勝負です。心臓がドキドキして興奮させるストーリーがいいと、うん、なるほど、ラジオドラマ的なやつ で、うん、でやっぱそう、ストーリー性が大事だね。ストーリー性がね、こういうのはね、ちゃんとしてないとね、うん、そのストーリーは。ラーメンちょびひげがある、小木さん、矢作さん、小室さん、こんばんは。インターネットで女を濡らすコツを調べたところ、あなたが興奮していることを伝えることがいいとありました。おーおーおー、なので小木矢作が終始興奮していればいずれ女も濡らせます。じゃあやっぱ俺の誘い方合ってんじゃん、手を握ってチンコ触らせるって。まあ、だってあなたが興奮していることを伝えるのがいいってことで、ストレートです、ストレートだし、初めだよそれ、ね、始まりでそれでいいので、ほらな